田首相肝煎りの子ども子育て支援制度の財源をめぐるインチキが次々に露呈している。医療保険料と合わせて徴収する金額について、サラリーマンらに続き自営業者などの資産額を公表。2月に岸田首相が荒井資産で拠出額は加入者1人当たり月平均500円弱になると国会答弁していたのはやっぱり真っ赤な嘘だった。4桁負担はゾロゾロで高所得者に甘いことも判明。こんなでたらめ誰も納得しない。岸田政権がひた隠しにしてきた支援金の全容がようやく見えたのが11日の衆院特別委員会だ。野党議員に問われた加藤子ども政策相が、自営業者らが入る国民健康保険についても加入者1人当たりの年収別資産額を示した。加藤大臣は機械的な計算と断りを入れた上で、総額1兆円を集める2028年で月額250円、400万円で550円、600万円で800円、800万円で1100円と具体的な数字を例示した。ただし、年収1000万円の資産額については、保険料負担の上限額に達する可能性もあるとして現時点で申し上げることができないと逃げた。高所得者の負担が頭打ちであれば、ますます公平さを欠く。淑徳大大学院客員教授の金子勝氏は、こう指摘する。医療保険制度は職域、年齢によって大企業の会社員らが加入する健康保険組合、中小企業の協会健保、公務員の共済組合、さらに国保、後期高齢者医療制度に分かれ、保険料率にはばらつきがある。ベースがバラバラなのに公平な負担を弾き出すことはできない。そんなことは、初めから分かっていたことですし、子育てを社会全体で支えるという支援金制度の趣旨に照らせば、医療保険料と、ごっちゃに徴収するのは邪道。負担額について同じ物差しで論理的に説明することはできないでしょう。所得によって負担が増減する増税で手当てするのが筋なのです。国税庁の民間給与実態統計調査によると、年間平均給与は458万円。より具体的には男性563万円、女性314万円だ。加藤の国会答弁によれば、国保に加入する9割の世帯が年収400万円未満だという。支援金制度は若い世代の子育てを助けると謳うが、年収200万から400万円の低所得者層の犠牲の上に成り立つという欺瞞に満ちている。それでいて、どんなに大金持ちでも負担額に上限を設ければますます格差は広がるばかりだ。こんな制度設計で国民の理解を得られるのか。ゼロからやり直さなければおかしい。